はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますかと思うんですけど、最近自分の動画を編集しててよく思うことがあるんですよね。最近僕の動画ってね、ゲームを実況するっていうよりゲームをしながら雑談多くない？まあゲーム実況っていうよりゲーム雑談ということで、このマリメの話に戻りたいと思います。今ですね僕レート5487なんですよ。あと1回勝てば未だ到達したことのない5500台に突破できるんですよね。まあこのコース勝てることをですね祈っておきましょう。お母さんよく怒るゲームばっかしてたらねよく怒るお母さんいますよね。こらやめなさい。いやそれじゃあこのコースマリオカートっていうコースでした。それじゃあやっていきましょう。あちょっと待って、ごめんごめんごめん、スタートがやり直ししていい？これちょっと待って、いや3人で行く、3人ごめん入るつもりなかったんだって。なるほど、これはもう取らない方が早いパターンかな、もしかして。いやちょっと待って、これ取らない方がいいんじゃない？これスタートっていきます僕取らん方が良くないこれね、これワンチャンあるよ、これマジでワンチャンあります。このまま渡っていきます。いやちょっと待ってね、キノピオ、キノピコ、いやキノどっちどっち、キノピオだね僕取らん方がめっちゃ早いねこれチートじゃん。いやこれはマジでチート、このまんまゴールっていうパトゥーンでね、まあまたね雑談みたいな感じになるんですけど、いやこれはですね話さざるを得ない情報を持ってきました皆さんに。あのですね僕リスナーさんとね最近話した時に、まあ、すごい人がいたんですよ。まあすごいって言えばもうガチ勢っていうかな、まあ、僕のガチ勢すぎてもういろいろとやばい人がいたんですよね。まあ、どうやばいのかって言ったら、まあなんかね僕のパンツが欲しいらしいんですよね。いやこれやばいよね、パンツやばくない？ズボンとかじゃないよ、ズボンじゃないんですよ、パンツ、あの下着、ま、直のあの下着言い方悪いけどマジであの下着が欲しいっていう方がいたんですよ。でね僕ねちょっとこいつやべえなと思って、もう絶対やばいじゃんそんなのやばいなと思ってね、ちょっと話題変えてみたんですよ。じゃあ僕がいつもねあのライブとかで着てるパーカーとさどっちがいいってねちょっと聞いてみたらさ、ちょっとカキ、まあやられましたけどカキのことは置いといて、まあそこでねちょっと聞いてみたんですよ。僕がいつもライブで着てるパーカーとどっちがいいですかって、まあパーカーって言うと思ったんですよ。なんだってねあのライブとかで着てるしさ、まあ本人も着れるじゃんパーカーとかだったらね、まあ絶対パーカーって言うと思うじゃん。そしたらね本人はこう答えたんですよね、いや断然パンツだ、いやこいつやべえなと思ってパンツだよパンツでね、この話まだ続きがあるんですよ洗濯したパンツとね洗濯してないパンツどっちがいいって言ったんですよ。洗濯してないやつがいいって、いやいますますやべえなこいつと思っていやなんで何に使うのか聞いたんですよね。そしていやそれどうすんのって、飾るだって頭おかしいんじゃないこいつのでね逆にその方はこう言うんですよ、いやピオキングさんのパンツ絶対他にも欲しい人いるよって、いるわけねえじゃんいや誰だよ欲しいやついるわけねえじゃんと思って、まあそういったですね非常に面白いリスナーさんがいたのでご紹介させてもらいました。めっちゃ笑わせてもらいましたね。いやどこまで本気なのかわからないんですけどね。右なんもないな、やっぱなんもないか。じゃあこのまんまドアにくぐって、これはビルダーマリオを取ってねこの左真ん中の方入っていこうか、真ん中の方入って右に行きたいと思います。右に行ってまだゴールないでしょう。まあこういうコースって最後にですね結構クッパとか置いたりするんですよ。さあこれはちょっと待ってね、オッケーオッケーオッケー、何モスいない、よしそれじゃあこれでラストバトルにしますか。なんかね楽しそうなコース名でしたね、なんかキラーみたいな、まあキラーみたいな感じだったんですけど、これを勝って5500台を突破してこのゲームをやめれたらいいなと思います。よしオッケー、2番か、今んとこ2番だね、まだ3番だね、まだ3番っていうかまだまだ抜ける要素チャンスありますよ。これはいやここそらせてね、まあ、これねいつも僕マジで見えなかったクリボーが、まあ、あのふわふわしてるコースあるじゃん、あれですね僕空のステージっていうことをあのコメントで教えてもらったんですよ。まあいつも宇宙ステージって言ってたんですけどね、
まあこれが空のステージらしいですね。まあ任天堂がですね公式的に言ってるみたいだからですね、まあ間違いないでしょう。っていうかこのコース、まあ、コースのねあの全体で見たらねすごくあの可愛らしいコースだと思うんですよね。まあどんな感じかわかんないんですけど、非常に作るのにめちゃくちゃ時間かかったでしょう。そして僕は負けた。今ちょうどですねキーホルダーのあのプレゼントの応募期間中なんですけれども、たくさんのリツイートありがとうございます。サンディマリオ、サンディってなんだろうね、4ディ5ディみたいな、いや絶対違う、数字の3ではないと思いますけれどもね、数字の3じゃないと思いますけど、このまま行きますかね。ルイージ一緒行こう。いやこれはルイージから離れて僕土管に入っていきます。そして一番最初にこのベルリンをね取っていきたいんですけど、これはヒップドロップ最初行きます僕。よし、いや右か上だったらよかったんだけどね。さてこれは僕キノコを取って、もう一杯もう一回、よしオッケー。ルイージ攻撃しないよ、僕は攻撃しないからね。よし、オッケーオッケー。で、このままジャンプしていくんですけど、これは落ちるやつかな。いや、そうでもなかったね。あぶねえ、これ。いやー、おほほ、あぶねえ。これは右でいい？よし、オッケー。このまま右で上がっていくと思ったけど、いや、キノピコ、キノピコ。いや、ちょっと待って。いや、これ、なるほど。こういうことね。オッケー。これで安心一人でいけるもんでしょう。で、ここでファイヤー取っていきます。いやこれでもう安泰だね、多分これで勝ちました僕。はい、これで勝つことができます。このままダッシュしていこうかな。一旦ここは僕はこのオンオフをして、よし、でもう一丁オンオフ、これ上から行くかも。でジャンプ、あ待って、これ大丈夫、危ねえ危ねえ、絶対落ちるやつ。え、なんもないんだけど、あれ、あ、ここか、土管あったね土管ありました。これでゴールでしょう。じゃあ多分ゴールと思うんで、みんな待っておきますか。あのキノピコですね、今猫を取ったんですけれど、僕に攻撃をしてきそうな感じですよね。大丈夫かな、ちょっと近づいてみる。このキノピコどんな感じ。あ、なんかめっちゃいい人そうだね。ケイタロウさんだって多分めっちゃいい人でしょ。攻撃してこないよね多分。大丈夫大丈夫。それよりこのキノピオが危ない。いいよ、じゃあ危ない今日もですね5500台に届くことができなかったんですけれども、結構マリメやってると300落ちたとか、いや下手したら500落ちたとかさ、結構いるじゃん。僕ねずっと実況しながらねこれをやってるわけなんですけどね、ずっと5400台を保ててるって逆にすごくないって思ってね、すごくない、上がりも下がりもしない、むしろなんかちょっとずつ上がってる気がするんだよなね、逆にすごいと思うんだけどさ。これは1の1って書いてましたね。これ4つ目の土管が怪しいと思ったんですけど、ここが怪しいと思うんだよね。ちょっと待ってルイージ、ちょっと待って、いやちょこれアイテムないの、ここアイテム欲しいね、めっちゃアイテム欲しいんですけどね、全然ないな。ここはもうアイテムに期待しないでいきましょう。アイテムに期待したらね、あの遅れちゃうからねとか言いながら僕アイテム取るんですけどね。ここでスターは熱いよし来た、嘘もうドカン、ちょっと待って、このまま行きか、このまま行くんですけど、ちょっと待って、アイテムマジ欲しいな。絶対僕ねこのクリボーにやられる自信あるんですけどね。なるほど、ゴールか。ちょっと待って、ここにあるでしょ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。